はいさい、今回は那覇市にあるミーグスク港に来ています。港ですね。でですね、飛行機も飛んでいるんですが、飛行機が飛んできた先には那覇空港がね、画面中央にあります。で、実はね、こっちから見えないか、波の江宮からね、今ね、ゆっくりゆっくり歩いてきて、波の江ビーチ通って、海空公園通って、ミーグスクのね、港、ここの道をね、ずっとまっすぐ、だいたい1キロちょいとかあるのかな、まあ、正確な距離はわからないんですが、歩いてきた感じです。ニャンコがいますね。警戒してる。でですね、まあここね、ミーグスク港港なんですが、ミーグスクってね、三重県の三重にね、城って書いてね、ミーグスクって呼んだりするんですが、まあ、僕の動画をね、前から見てくれてるよってね、人だったらね、察しが早い方なら、どこに向かってるのかね、分かってる人もいると思うんですが、ミーグスク港にはね、お、こっちにもね、これ、この子も警戒してるね。シャム猫だね。こちらにはね、ミーグスクっていうね、廃所がこの先にね、あるので、今回はね、まあ正月太りをしちゃったね、ダイエットも兼ねて歩きながら撮影している感じです。やっぱあそこなんか地下から湧き水でも流れてるのか、2か所ね、波紋みたいな感じに。湧き上がってますよね。何なんだろうな。もしかしたら排水とかされてるのかな。でね、以前動画に映したと思うんですがね、このね、水色と白がね、ポケモンのマリルの進化系にね、似てるよってね、言った覚えもあります。黒猫ちゃん、ちょっとごめんよ。車屋あげましたね、車屋さんじゃなくてね、黒い猫っていう意味でね、車屋って言うんですけれども、マギー車屋って、大きな黒猫でしたって。でね、まあ今回ね、歩きながら廃所を目指してるんですが、長沼とかチービシが見えるな。このね、客船の奥にね、左と右に見える神山島と長沼なのかな。お、飛行機が空港から飛び立ちましたね。ここね、飛行機がね、発車するね、離陸がね、見れるんでね、飛行機好きはもしかしたらいいポイントかもしれないですね。鳥もいますね。すげえね、水面ギリギリ上を飛んでましたね。そう、危ない。小屋市ですね。ちょっとココナッツが実ってるな。でね、意外とウォーキングコースなんかね、ここ通ってると歩き歩きしてる人にね、よくすれ違うことがあるんでね。あ、ここもココヤシですね。裏側に大きいのが実ってますね。
太陽が出てきて、ちょっとね雲と雲の間からね太陽が見えてます。ここなんていう海岸だったかな、確かね呼び名があったんだよな、何だったかな、ミーグスク海岸みたいな感じなんで、ミーグスクふるさと海岸だったかな。中学校の頃チャリンコでここまで来てね泳ぎに来たことあるんですよ。結構な遠出ですよね、中学生がチャリンコで違う市町村立川までね。でも、あ、これちょっと大きいな、いいな。台風が今年は、今年ね、去年は少なかったんでね、大きく実ってますね。台風がね来るとね落っこちちゃうんですよね。よくあっちは自衛隊、ちょっと遅かったかな、タコの実もいっぱい実ってるね。ニャンコがいる。海辺ってニャンコ多いんですよね。というか海辺とかきか関わらず沖縄はね猫天国でね野良猫ちゃんがね多くて、ちょっとね問題とかなったりしてるんですよね。桜猫耳がカットされてないね、ハイビスカスも咲いてるね、かわいいね。耳がね V 字にカットされてるね、避妊手術とか去勢手術されている猫ちゃんにはね餌をあげてもいいと思うんですが、野良猫をねいっぱい餌あげて元気にさせちゃうと繁殖してね、これがね地域の問題とかなるんで面白いね。これねガジュマルのベンチ誰かが作ってますね、この根っこ、根っこにねうまい具合に板やってトムソーヤみたいな。とまた飛行機が、それとなんかな、あの船はクレーン、もしかしたら石とかを運ぶ大きなクレーンの、そう猫が多くてね問題になってるんでね、野良猫にはあんまりあげない方がいいですよね。とかなんとか言いながらね、僕もね野良猫を飼ってるんですが、前までねゴンタっていうねボス猫ちゃん、黄色い猫がいたんだけれど、ツイッターとかのねアイコンがゴンタですね。ゴンタちゃんがねもう最近帰ってこなくて、まあ 2,3 ヶ月に1回帰ってきたりするんですが、もうね用がりて、用がりてっていうのはねガリガリに痩せ細って汚れて帰ってくるんですよ。その時はね餌をいっぱいあげるんですが、おヤシの実、これはねマニラヤシなのかね何ヤシなのか分かんないけれど、緑から黄色に変わって黄色から赤、信号みたいにね色が変わっていくヤシの実です。ちなみにねヤシの実ってね、ヤシっていっぱい種類があるんですが、ここヤシがね、そうだね、ミーグスクふるさと海岸、種類がいっぱいあるんですがね、ココナッツがね実るのはココヤシだけなんですよ。その他の実はね本当に 2,3 センチのラグビーボールぐらいのね形をしたちっちゃなね実がなるんだけど、そっか、ここがね廃所があるミーグスクなんで、ちょっと一旦ロアジールホテルがあるねところまで行って道がね狭くなるんで、まあロアジールホテルってすぐこの白いでっかいのがロアジールなんでね、すぐ近場なんですが、
ますか。水ガニ五臓六腑神どこが祀られてたのかな。ちょっとね忘れちゃってるんでね、もしかしたら間違ってたかもしれないんですが、半年前ぐらいかな。なんか知り合いぐらいの時期に来たような来てないような、どのくらいぶりかね、ちょっとね忘れちゃったんですが、こちらがね三重城の廃所の入り口で、あ、やっぱり水ガニが祀られてますね。よいしょ、お邪魔します。ということで、国際産後エルプラザ参拝しようか。あの鳥居をねくぐると、じゃあ後チーズにされたような感じなんですが、多分ね鳥居のこのねこちら側はね元々の野面積みみたいな感じですね。昭和13って書いてるのかな、これ2月、何て書いてるのこれ、沖縄東商同業組合かな。でね、メインの廃所は画面中央なんですが、その他にもねいくつか廃所があったりするんでね、まず五臓六腑の神がね祀られている場所がこちらですね。五臓六腑じゃないね、五臓神ですね、間違えちゃったね。はい、邪魔します。ということで、そうこれね信じてもらえない可能性がね高いんですがね、もうここね那覇も那覇でね港とかね空港が近かったりする、まあ結構栄えたね商業工業都市、まあ、どっちとも言える場所なんですがね、僕たちがたまさっきあの中学校の時に泳ぎに来たって言った時にね、この辺でね野宿みたいなことをしたらね、この辺にもヤシガニ見たんですよね。以前はもうねおそらくこの辺のヤシガニはほぼほぼいないと思うんですが、この辺もグスクが残ってますね。残ってるというか若干綺麗な感じがするんで、もしかしたらこの辺もね修復されたとかもしれないです ね。こんなね那覇市のね超都会にもちょっと前まではヤシガニがいたんですね。こっちもちょっと航路っぽくなってるね。で確かにここの隙間からねちょっと狭いんですが、ここに出るとここの方にもね廃所が、あれよかった、ここね廃所、向こうが廃所かね、ちょこっとね廃所が残ってたりするんですよ。でも廃所なんだよね、なんかね。そしてなんか木の上に白い鳥ちゃんがいますね。なんかこういうブロック舐められてるのもね何か意味がありそうだな。お邪魔しましたってね、全体的に知っとくか、ね、鳥が
3羽いますね。お邪魔しました。この隙間はね通るんだけれど、ペットボトルを後ろポケットに入れてるんでね、ちょっと引っかかってますね。よいしょ。あら、もう15分も長くなっちゃったな。よし、まあ新年ということでね、お参り初詣は済ましたんですが、飛行機もちょっと飛んでるね。書いてますね。よいしょ。というわけでね、まあ、今回新城のね方から、ずっと歩いてきて、新城ふるさと海岸、ね、あの少年が歩いてるところ海岸行って、ここの団地はね知り合いが住んでたりするんですよ。までやってくる動画でした。あっつ、1月でもこんだけ晴れるとね、半袖にちょっとパーカーね羽織ってるだけでね、めちゃくちゃ暑い沖縄です。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。よし、あ、また飛行機が飛び立つね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。